歌手の八代亜紀さんは、1950年8月29日に、熊本県の八代市で生まれました。弟と二人兄弟です。八代さんは、お父さん子で、父親が大の浪曲好きだったため、浪曲を子守歌代わりにして育ちました。若い頃は、画家志望だったという父親の影響で、八代さんも、幼い頃から、絵を描きました。父親譲りのハスキーボイスで、子供の頃から、町内の集まりや、父親の仕事仲間の前で歌わされたものの、もともと、恥ずかしがり屋の人見知りで、人前で歌うことは苦手でしたが、小学5年生の時に出会った、アメリカのジャズシンガー、ジュリー・ロンドンのレコードに衝撃を受け、クラブシンガーに憧れるようになりました。ハスキーボイスに抱いていたコンプレックスもなくなったそうです。中学校卒業後、バスガイドに就職しました。クラブシンガーを目指していたものの、父親に反対されると分かっていたので、バスガイドになって、人前で歌う練習をして、いずれクラブシンガーになろう、という考えでした。ですがバスガイドの仕事は想像と異なり、このままではクラブシンガーになれない、と気づいて3ヶ月で退職。同僚に紹介してもらったキャバレーで、年齢を18歳、と偽って歌い始めました。でしたが、すぐに父親にバレ、激怒され、感動を言い渡されました。こうして八代さんは、クラブシンガーを目指して、15歳で上京しました。当時流行していた、美人喫茶、で歌い始めると、スカウトされ、銀座の高級クラブに移り、17歳で、念願のクラブ歌手になりました。このクラブには、当時、三谷健と名乗っていた五木ひろしさんも出演しており、互いに認め合い、刺激し合ったそうです。クラブで歌ううち、レコード会社などにスカウトされるようになりましたが、レコードデビューを目指していたわけではなく、それまでに騙されそうになった経験もあったことから、すべて断っていましたが、あなたを必ずスターにする、と熱心に口説かれて心が揺れ動き、クラブのホステスたちの、もっと多くの人に、あなたの歌を届けて、の言葉に背中を押され、生まれ故郷の八代市から取った芸名、八代亜紀、となり、1971年9月に、愛は死んでも、でレコードデビューしました。でしたがレコードは売れず、重いレコードを抱え、一人で日本全国のキャバレーを回って、手売りしました。1972年、歌手生命をかけて出場したテレビ番組、全日本歌謡選手権で10週勝ち抜き、グランドチャンピオンに輝きました。この後リリースした、恋待ちブルースが売れたことで演歌路線で行くことに決定。
翌73年にリリースした4枚目のシングル「涙恋」が大ヒット。日本レコード大賞歌唱賞を受賞。紅白歌合戦初出場を果たしました。その後もたくさんのヒット曲に恵まれ、1979年には代表曲の一つ「舟唄」をリリースし、自身初となる紅白歌合戦大トリを担当。80年には「雨の慕情」が大ヒット。二人の夜明けがヒットした五木ひろしさんと熾烈な賞争いを繰り広げ、ゴッパチ戦争と呼ばれて大きな注目を集めました。日本レコード大賞大賞は八代さんが受賞し、2年連続となる紅白歌合戦大トリを務めました。歌手として活躍する傍ら、父親の影響で子供の頃から描いていた絵画でも評価され、世界最古の公募展フランスのル・サロンに5年連続入選し、永久会員となっています。プライベートでは1994年に結婚、2021年に離婚しました。相手の男性は個人事務所の社長を務めていましたが、離婚により辞任しています。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。